はい、おはようございます。三田と大添島の森さんです。はい、はい、ということで今日は16日ということで今年の入団初めてやります、うん、はい、お願いします。小板さんどうですか、今年の産卵の方は。早かったですね、みんなが産むのが。で、量もちゃんと溜まってきて、はいはいはい、3月の29ぐらいが、うん、孵化一発目だと思うんですけど、うんうんうん、個体数が期待できるみたいな。で、ちょっとやってみたいことがある。はいはいはい、この昨日生まれたエビの卵が、うんうん、あの皮質確認できるのかどうか。おー、確かし、ちょっとやってみたい。皮質はあるのか。そもそもあれじゃない、暗くしないと見えない的なやつじゃない。電気消します。はい、なんかさ、さっき透けてなかったよね。なんかダチョウと違う気がする。やってみて、やってみて。ちょっと。やってみて。先に寄せるよ。昨日のね、ダチョウの卵の。ああ、確かに。あ、ありますね。あった、こんな感じです。そうです。で、問題の。はい。この人。はい。この卵は、かけてるね。は？ダメじゃん。は？え、ちょっと待って。俺、無理なんじゃね？え、気質確認でも不可能なんじゃないですか？いやー、え、全然透過しない、ね、何してるの真っ暗じゃん。あ、エネルギーが弱いってことこれじゃ。え、ちょっと、あの、強力ライトでやってみよう。3倍のやつならいけるかもしれん。でも、まるっきりなんか、光ってなかったよね。これかな？それそれそれ。なんか、これでもダメそうな感じはあるけど。よし、やってみよう。全然ダメだ。全然ダメだ。何も透過しない。ダメだ。あら、ダメだ。真っ黒だ。どうやって気質を確認するんだ、これは。え、全然ダメだよ。やべえじゃん、これ。これ、困るね。え、やっぱ気質は上にしないと問題あるな。だって鶏とかも全部気質上になってるからね。気質上にするのが、なんか保管とか負荷にさせる上で、まあ大切なことみたい。呼吸の多分穴があって、それが多分、上にじゃないと多分うまく抜けないんじゃない。下だと詰まっちゃうみたいな。どうしよう。どうなってる。ダメだ。もう困った困った困った。え？え？後日調査しよう。じゃ、気を取り直してダチョウやっていきましょう。はい。はい。はい。こっちも気質確認しないと。はい。気質確認前というやつがありますね。ね、どうですか？ダチョウは本当に、なんだろう。この状態でもね、わかるんですか？あるし。あるあるある。わかるわかるわかる。はい。あ、ここにありますね。あ、見えますね。はい。うっすら、ここにあってなんか明るくなります。はい。はい。はい。あ、これが入れる卵ですか？はい。おー。いっぱいありますね。大量だ。7、8、9、10、11、12、13、14、15×2、30個。素晴らしい。はい。こちらを頑張っていきましょう。へぇ。このプラスチックのトレーも、そのうちバキッといくんじゃないですか。あー。あるかもね。これでもダイソーのやつだけども、3、4年使ってる。使ってますね。ね、これ頑丈でいいね。僕が来てからまだ1回も変えてなさそうですね。うん、皆さんもね、どうぞ一般家庭で卵を保管するときとか、ね、こういうときとかにすごく便利ですよ。ない、そんな機会ない。絵面強いよな、これ。なんか私たちにとっては日常だけどさ。はい、もう、うん、一般の方にとっては一生に一回見るか見ないかぐらい。ないね。腕に異常が、疲れが重たいからね。1個でもう1500ぐらい、うん、だから3キロ、3キロ片手で持ってるんですね。そうでしょ、なかなか重いよ。次は、はい、情報を付箋取って、はい、卵に転記していきます。はい、お願いします。気質の近くに何か書いておいてくれたり、あとね、薄めがいい。薄め、はい、コックやるとさ、卵殻作るときに消えないんだよね。ああ、うん、これは重さまで書くんでしたっけ？書きますね。はい。で、シワとかはいらなかった気がする。そう、書かない。あ、それダメだね。くしゃってしない、くしゃってしない。完全に忘れてる。完全に忘れてる。忘れてる。完全に忘れてる。もう半年前だからね。いや、それは全部貼って、ともちんがデータにしてくれるから、はい、そうそうそう。で、そうですよ、ね、後輩のね、やつとか産卵の率で、あ、そうです、ね、大切ですから、このデータ。握りつぶさないでください。お願いしますよ。こんな感じに転記されてます。はい、よしよしよし。この卵は今日孵化器に入れて何日間でしたっけ？40、あれ、これテストか。うん、そうだよ。いや、俺半年前に聞いたから、これ。で、その時に知らなかったから、ちゃんとあの覚えてねって言ったよ。
あれ42ぐらいじゃないですか。おいいですね。6週間になっちゃう。いいですね。小板さん素晴らしいっすね。よかった。よかった。あぶねー。あぶねー。クビになる。半年前だって確か36とか言ってたもん。足りねーっつって。はい。はい。ラスト終わりました。はい。言ってくれなかったら、こんだけの情報が僕の手によって闇に葬られるところでした。危ない危ない。午後になったので、卵を本格的に移動します。書いてあるし、うん、おすげえ。用意周到で、これをここに入れます。適当に、はい、消毒液臭いですね。うん、すごいガンガンにやってくれたんだ。1個が2キロ弱なので、重たい。これだけで8キロあります。重たい。これ入れる順番とかあるんですか？何か、え、ないんじゃないですか。あれ、うん、私も別にないと思ってない。ないですね。何かあるのかなって。ただただなんか、うん、近場にあったやつ。あ、多分多分。よし、はい、できた。消毒だ。はい、さて、あ、こっちか。電源が入んだよ。いいですね、こうやって。はい、動きの確認をします。動く動く。これなんでやってるんでしょうか。さあ、なんでだ。 なんでチェックするか。卵が落ちるとかそういう話じゃないですか。とか、まあそんな感じ。一回カゴ抜いて、カゴ入れたじゃん、はい、でカゴがなんかうまく噛んでない時があるんだよ、たまに。あ、中に入ってない時。そうそうするとガタンっていってきしんだりしたり。そうそう、このフレームのところとフレームのところがさ、なんかぶつかってガッチャンってなったりするんだよ。はい、でそうすると壊れちゃうじゃん。うん、だからです。一定時間で回るらしいです。一定時間ってどれぐらいですか。うん、落ちない。怖。落ちない。大丈夫。ちゃんと余ってれば落ちないんじゃないかな。なんか考えられてると思う。浮いてる。細い卵とか。うん。ああ、ドキドキね。でも考えて作ってる気がするよ、これ。落ちたことはないね、ちゃんと余ってれば。怖。なんで自動にするか。そうそうそう。とか、あとどれぐらいの頻度でこれむにゅむにゅ回してるんですか。適材の頻度。あ、え、何時間に1回とか違う。そう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 、何時間に1回って、そういう話。そう。だって自動で転覧するってどれぐらいの頻度で転覧するのかなって俺は気になってる。そんなしょっちゅうやってても意味わかんないから、6時間ぐらいですか。1時間に1回です。1時間か。メーカーがいろいろ考えた結果、試行錯誤して1時間に1回という回数が決まっております。1時間だった。はい、で、あと自動にするのは、自動にするのは、はい、さっき手動でも動かしてました。はい、その1時間ごとに、まあ、自分らで手動で来るのがめんどくさいからですよ。そうですよ。まあめんどくさいってかできないじゃん。だって現実問題。無理ですね。でしょ？ 1 時間に1回ね。夜とかもやってるから。夜勤じゃん。そうそうそう。タバコをひっくり返すだけの作業も必要だから。っていうので自動で転覧するようになってます。はい。まあ野生のうちのダチョウたちはどうなんでしょうね。まあでもやってるか。たまにコロコロはやってますけど。うん。1時間に1回やってる気配はないです。ない。はい。ということで、第1回目の入卵でした。はい。お疲れ様でした。はい。はい、3月の、29に、小屋クレペニさん。3月の29日に孵化予定です。うん。お楽しみに。楽しみにしてます。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。